時間は巻き戻らない、無駄にすることなかれ。これまで人々は時にまつわる様々な格言を残してきました。しかし、そんな古の賢者たちに時間が巻き戻せると現代の科学者が教えたらどうなることでしょう。そう、かつてそのようなことが起こったことがあるのです。ある意味タイムトラベルは可能かもしれないんです。予定を先延ばしにしてももう誰にも怒られることはありません。だって時間はあなたの味方なんですから。締め切りには必ず間に合うし、腹水は盆に返ります。ただし、これは全てあなたが量子コンピューターの内部に存在する一つの量子であればの話。しかもこのお話は言うほど単純な話ではありません。今お話ししたことの意味わかりましたか？実は読んでいる私にもよくわからないんですが、ま、先へ続けていくとしましょうか。ロシアのモスクワ工科大学の研究チームがプレスリリースで発表した内容によると、彼らは量子の微小な時を逆行させることに成功しています。その研究目的を果たすために彼らは IBM 社製の量子コンピューターを使い、数えきれない挑戦を行いました。彼らは単純なシステムにおいて 85% の試みで成功した一方、やや複雑なシステムでは 45% しか成功しませんでした。もちろんシンプルという言葉には語弊があります。量子コンピューターや量子力学を使うわけですからね。この実験で起こったことを例えるなら、壁にボールを投げる様子で説明するのが一番簡単でしょう。ボールはあなたの手の中に跳ね返って戻ってきますよね。正しい条件か、正しい壁への侵入角度が揃えば、ボールは投げた時と同じ軌跡、速度であなたの手に返ってきます。では別の例を挙げてみましょう。今度投げるのはビー玉。壁にぶつかると砕けて下へと落下します。しかしそこからビー玉は再び一つになりながら壁へと登り、同じ軌跡を描いてあなたの手に戻ってきます。さて、この2つの例の違いは何でしょう。1つ目の例ではボールは初期位置に時の流れを変化させることなく戻っています。元の軌跡をたどっただけですね。巻き戻しを行っても同じような動きが見えることになるでしょう。しかもこれそのものは時を遡る話には関係がありません。ただ条件が揃い、最初の位置にボールが戻っただけ。しかしビー玉の状況はより興味深いものとなります。巻き戻しにかけるとビー玉の変化は明らかで、これは過去から未来へと直線的に時間が進む以上は起こらない変化です。一度割れたものが再び元に戻る、あるいは元の時に戻っているのか。時間が逆行し始めた時、このような現象をどのように言葉で表せばいいのでしょう。残念ながらロシア物理学者チームの発見がどちらのものであったかということははっきりしていません。彼らは時間の逆行を目撃したのか、それとも量子の運動が対象であった様を目撃しただけなのか。しかしどちらの場合であるにせよ、量子の状況を始まりに戻すことは完全に不可能だと信じられていました。時間の矢という概念は自然の法則の中でも熱力学などと並んで重大なものとなっています。熱力学第二法則では素粒子一つ、あるいは宇宙のすべてを含む断熱系において、それらが常に無秩序へ向かって運動していることが示されています。この運動は止めることができず、巻き戻すこともできません。要するに何を言っているかというと、時間は一方向にのみ過去から未来に動いており、すべてのものはその状態を変化させ続けているんです。同じであり続けるものはこの世に存在しない。これは物理学について特に造詣が深くなくとも誰もが知っている真実と言っていいでしょう。しかし粒子の世界はこのような法則を破ることで知られています。例えば粒子は2つの状態に同時にあることができ、量子テレポーテーションは現実のものとして証明されています。そして今や時間の向きも確固たるものとはならなくなってしまっているのです。このような奇跡にも思える現象の中でも、時間については起こり得ないと考えられてはいます。この現象はごく単純なシステムにおいてのみ発生し、量子コンピューターの中におけるシミュレーションされた状況下のみで起こっているのですから。量子コンピューターは科学の起こした奇跡。かつてのビットで情報を蓄積する半導体式コンピューターとは比べ物にならないほどの処理速度を保ちます。ビットとは情報を記録する時の単位で、0あるいは1の2種類のアウトプットをその中に格納します。
シーケンスの外のビットはそれそのものに価値はありません。しかしそれらを連結することによってさまざまな意味を持たせることができます。例えば一桁の数字から果ては猫の写真まで、これらのシーケンスに存在する0とは電荷を持たないビットで、1は電荷を持つビットとなります。私たちのコンピューターやスマートフォンのメモリはそのように動いているんです。量子コンピューターは量子ビットあるいはキュービットを代わりに使用します。これは量子コンピューターの基礎的な情報ユニットで、キュービットを使用するコンピューターはかつてのコンピューターに比べて非常に大きな処理性能を持ちます。ビットは2種類の状態しか持つことができないのに対し、キュービットは量子を使うため2つの状態に加えて、その2つの状態に同時にあることができるんです。これはキュービットに使用される陽子や電子といった素粒子が重ね合わせの状態になることができるから、0と1を簡単に表現しつつその間の状態も保持することができるんです。そのため1キュービットにはより多くの意味を持たせることができ、大きな処理力を秘めることとなります。唯一の問題はこの重ね合わせの状態の量子が不安定で、それを観測したりアウトプットを直接読み取ったりしようとすると状態が邪魔される可能性があるのです。邪魔された粒子は0あるいは1の状態のどちらかに即座に移行してしまいます。このキュービットを読み取る方法の確立が困難だったがために、量子コンピューターの開発には時間がかかったんです。提唱されているアイデアの半分以上は未だ理論上のもので、最も複雑な量子コンピューターですらまだ16キュービットしか持っていません。時間の逆行実験で使用されたのは2キュービット。仮に本当に時が戻っていなくとも、それは量子コンピューティングの世界では大きな発見となりました。実験の結果、特定の方程式をキュービット粒子に当てはめると、その状態が過去の状態に戻ることが分かったんです。この発見により量子コンピューターは情報処理のプロセスを遡ることができるようになります。これにより量子プログラムをテストすることができるようになるんです。すなわち量子による処理を全て巻き戻すことができるようになるわけですから。またもう一つの量子世界の脅威は量子テレポーテーションでしょう。コンピューターの研究グループは粒子を瞬時に空間移動させることに成功。ある瞬間にそこにあったものが別の場所へと瞬間移動したのです。これも SF の話ではありません。何事も見かけとは違うものです。これには量子もつれと呼ばれる特殊な状況下にあった2つの粒子が使用されました。そして2つは引き離され十分な観測が行われたのです。先ほども言った通り、粒子を観測する行為はそれに負荷をかけます。その状態が邪魔されてしまうことになるわけです。一度のスキャンを行った時、粒子の一つが全く別のものへと変わってしまいました。そしてこの粒子の情報が2つ目の粒子へ送られ、それがその状態を受け継いだのです。こうして2つ目の粒子が1つ目の粒子へと変化することになったというのがあらましです。ここには一つ問題があると言えるかもしれません。それぞれの粒子は移動をしていないのです。テレポートしたのはそれらが持っていた情報、つまりテレポートとはある場所にあるものを観測し、その情報を別の場所へと転送することを言うのです。ですから彼らが観測した状況はまさしくテレポーテーションだったということができます。量子テレポーテーションは時間の反転と同じく陽子や電子といった粒子の世界においてのみ起こる現象です。ですから瞬時に職場へたどり着いたり、過去へ戻ってもっと早く起きられる世界はまだまだ先なのかもしれませんね。しかしこれらの知識によって最初の実用的な量子コンピューターが開発されれば、何が可能になるかは分かりません。その処理速度によって現実のテレポーテーションやタイムマシンが生まれるかもしれないんですから、夢に見て待つことにしましょう。今回新しいことを学べた方は高評価とお友達への共有をお願いします。ブライトサイドのチャンネル登録もお忘れなく。